皆さんこんにちは、カジノソウです。今日はですね、なんと北海道からスペシャルゲストが来てくださいまして、草加さんです。よろしくお願いします。はい、草加です。僕がちょっと前にスプーンをオーダーしたんですよね。普段よく演奏で使うんですけども、ちょっと自分のスプーンが割れたりして、誰か作ってくれる人いませんかっていうことで、そしたら手を挙げてくださって、まあ、それからこう何回もやり取りさせてもらったんですけど、はい、すごいこう変わった方で、いろんな木をまず送ってきてくれるんですよね。で、樹種を選んでからじゃ あのやりましょうかみたいなやり取りがあって、まあ、僕としてはすごい面白い体験だったので、非常に印象に残ってるんですけども、まあ、それで僕のスプーンは完成して送ってもらったんですが、今日はたまたまちょっと愛知にいらっしゃる用事があるということで、なんと自作のスプーンを大量に持ってきてくださいましたので、ちょっと試奏しつつお話聞ければなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。これちょっともう全部やりたいんですけども、はい、こっちからいっていいですか？ああ、もちろん。はい、じゃあ、はい、まずはこのこれですね。非常に特徴的なルックスをしておりますが、これはこれはあとあれですね、それこそ樹脂を送る、いろんな木を送るときに、はい、自分のなんかこういう形かなっていうのを、うん、わって作って、はいはいはい、ソウさんに送ったやつですね。はい、だからプロトタイプ、はい、っていうんですかね。はい、この真ん中の黄色っぽいのどうなってる感じですかね、これは。これはヒノキをラミネートっていう、はい、その挟み込む、挟み込む方で接着剤でつけて圧着して、うん、そこから削っていくっていう、ちょっと手間なんですけど、うんうん、ことをやってて、なるほど。でデザイン的にも面白くて、はい、強度も上がるかなっていう。これとこれとなんか似たようなのが2種類ありますが、そうですね、これの違いは、これはちょっとラミネート数をこっちは減らしたり、はい、あと樹脂をもうちょっとサウンド的にいいものに変えたり、なるほど、っていう感じですね。じゃあちょっと見た目はこれ少し似てるんですけども、ちょっと叩き比べてみますね。はい、こちらはこんな音ですね。結構耳に優しい音がしますね。では次こちら、めちゃくちゃパワーがあります。いいですね、全然違う ね、 いいですね。これすごいですね、本当に。これはなかなか、はい、うまくできました。いや、本当すごいっすわ、はい、これ。はい。これがね、僕見た目も込みでめちゃめちゃお気に入りなんですよね。はい、パワーがすごい。じゃあちょっと順番に。はい、これはこれは拳という木で。拳、はい。はい。で、普通の拳だと、はい、この黒い墨流しみたいな模様は出ないですけど、これなんか独特な模様してますよね、これ。そうですね、はい、結構そのなんですかね、墨流しのような模様が出た珍しい、うん、材を、うん、使って選んでって感じですかね、はい、そうですね。なるほど、すごい軽いですね。軽いですね、はい、持ち、結構高音域が強めの感じですね、うん、乾いてますね。乾いた音ですね、うん、そう、持った感じはすごい軽くて柔らかいタッチなんですが、うん、音は意外とパンパンと飛んでくような感じがあります。これ自分も作ってて意外でしたね、うん、これがごめんなさい、拳、拳ですね、拳ですね、はい、では次はちょっとこの黒っぽい、はい、これ、はい、これはクルミの木なんですけど、はい、それをちょっと鉄、鉄触媒液うん、っていうのを自分で作って、それで染めた、ものです、ね、こんな感じか。はいはいはい、なるほど、うん、これは結構でも強めというか固めの音がするな。あ、そうですか、そういう感じ、そういう風な印象を受けます、じゃあこれも同じ、こっちは染めてない方なんですけど。染めてないくるみですか？ええ、でも普通に作った方も、はいはい、無垢っていうことですか？あ、そうですね、うんうん、どうか、あ、違いますか、ね、ちょっと違う、でもちょっとこっちの方がまろやかな気がするな。あー、そっか、あー、うん、でもタッチはすごい好きだな、ね、触った感じ、木の感じがすごく好きですね、うん、これは。すごい作るの楽です、柔らかくて。あ、
削るのが楽ってことですか。削る楽ですね、はい。これでもいいんじゃないかな。すごいなんかバランスいいような。あ、うん、使いやすい。なるほど。これがくるみの2種類ってことですね。はい、塗装バージョンと。はい、じゃあ次はこの、はい、さらに濃い茶色の。そうですね。これはくるみと金樹種っていうか、あの、くるみが日本のもので、こっちはアメリカのブラックウォルナット、はい。ブラックウォルナット、有名なやつですね。はい、よくあの塗装のカラーにもなっている、はい、ブラックウォルナット。形がちょっとこれは独特な。そうですね。こうちょっと試しに形を変えてみたら、あ、なるほど。すごく引きにくくなった。すごく引きにくくなった。叩きにくくなった。どうかな、やるかな。あの、やってみてください。はい、なるほど。なるほど、これは上級者向けだな。形がね、そう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 、指に引っかかっちゃうんですよね。なるほど、カップがちょっと深めなのかな。そうですね、はい、そう、だからだとこうなるんだ、うん、ってことを考えるとやっぱりカップは結構浅めの方がなんか演奏はしやすい、うん、絶対そうですね、ような気がする、うんうん、なるほどね。角度とヘッドの角度とか、はい、ハンドルのこのテーパーかけ具合とかでもすごく変わってくるな、はい、そう、なんかスプーンってあのすごいやっぱ立体的な造形をしてるんですけど、うん、まあ、当然このカップの深さも関係ありますが、この柄の角度とか柄の太さとか厚さっていうんですかね、まあ、これもかなりちょっと演奏性能に影響してくるので、なるほどね、形、これは確かに上級者向けだわ、はい、失敗してこそ分かる。そうですね、失敗と言えるか分かんないですけどっていう感じですね。なるほどね、はい、ブラックオールナット見た目はめちゃめちゃかっこいいですね。そうですね、はい、天然のブラウン、うん、サウンド的にはどう。サウンド的にはちょっと待って、今あまりにもその形にとられてはい、これは、うん、まあ、僕の中では結構おとなしめの音色かなっていう印象がありますね、今のところはね。形なのかな、でもちょっと分かんなくなってきた。うん、そうそうそう、そういう感じですね。なんかくるみとはまた違いは、くるみとは、まあ、正直言うと僕は音としてはくるみの方が好みかなっていう感じはしますね。ちょっとだけ奥に引っ込んだ感じがする。でもそれは形のせいかもしれない。あ、そうですね、うん、これもそうですし、ね、そう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 、っていう感じですかね。これがブラックオールナットです、はい、見た目めちゃめちゃかっこいいね、はいはい、そしてまたこれもちょっと赤みがかったブラウンというか、これ実はあの、はい、特殊な染色を してました。してる、あ、そうですね、あの、はい、木目が目立つようにこの、なんすか、銅管の部分を黒く染めて、うーん、でそのそれもちょっとコツがいるんですけど、はい、まあ、根気強さですね、コツっていうか。これは木としては 何の木と、奈良の木、奈良の木を2段階に染色したって感じですね、はい、お、はいはい、粒立ちがめっちゃ良くて、いい、ね、そう、タイト、タイト、うん、使いやすい。でも耳に痛くない。あ、うん、結構なんか、うん、あのパワーがあるやつの中にはちょっとハイがきつくて耳にカーンってくるやつも結構あるんですけど、ありますあります。そう、これはでも、うん、なんか言い方があれなんですけど、まあ、サイズからかもしれないですけどちょっと可愛い音がしてて、でも小回りがすごい効くっていう感じの音がしてますね。でもしっかり音量は出てる、出てる、不思議ですよね、うん、これが奈良、奈良、ああ、しっかりあるな。へえ、面白いですね、これ。なるほど、はい。この小ぶりなのもでも結構好きだな、僕は、形としてはね。これがプロトタイプで2作目に作ったやつですね。じゃあ、はい、次はちょっとこの非常にまた特徴的な白い木ですね。はい、木に見えない。これも実は同じ染色方法、あの奈良と同じ染色方法で、ちょっと白くして見た目をかっこよく。塗装ってことですね、この白さん、はい、そうですよね、はい、これ樹種は、これはタモ、タモ、はい、ヤチダモ、ヤチダモ、ヤチダモ、はい、よくあるタモの木。なるほど、
はいはい、これしっかりパワーありますね。これね、いいっすね。タモね、なるほど。かっこいいっすよね。うんうん。ちょっと固めの乾いた。そうですね。多分奈良と同じような感じで、うん、特徴がある。でこの奈良をそのこの形で作ったら多分似たような感じになるのかなっていう、ね、感じはありますね。でもパワー合ってる。クスも非常にこれはかっこいいので、うん、面白いですね。すごい。白で染めた。そうですね。同じ風に銅管を黒く染めて、うんうん、銅管を黒くしてから周りを白く。なるほどな。そうするとこういう感じになる。はい、すごい。これはちょっとエイジド感があるというか、こういう塗装っていうのは他の木でもできるんですか、ちなみに。あれですね、やっぱり銅管この筋、うん、筋が太い方が、ああこれが映える、映えますね。ああなるほどね。で普通に染めるとこういうふうにちょっとベタっとした感じに染まっちゃうっていうのもあるんですよね。なるほどね、うん。なんかっていうのは、もしスプーン欲しいっていう人がいたときに、まあ当然音は大事なんですけど、うん、やっぱルックスが非常に重要なので、それ考えたときに、その塗装映えがするやつと、まあそうじゃないやつがあるかもしれないですね。うん、そうですね。その天然の無垢の感じがいいっていう人もいるかもしれないけど、うん、塗装したのが好きっていう人にはこれはすごくいいかもしれないですね。はい、ちょっと得意分野です、自分の。ああ、そうなんだ。いや、でもすごいかっこいい。やっぱこういろいろある中でも特に目を引くので、そうですね、白いやつは。じゃあこれいってみましょう。はい、カツラ。カツラ、カツラだっけ。ヒガツラ。北海道だと赤くなるみたい。あ、そうなんですか。はい、打ちやすいね。はいはいはい、使いやすいね。いいですね。これは結構軽やかな音がしますね。ちょっと早いリズムやりたくなるな、これは。いいな、うん、ジャンルで変えれる、変えれますね。そうですね。なんか僕はやっぱそのスプーンをいろんなのに合わせに行くことがあるんですけど、やっぱしっかりこうパワー出して一発パーンっていきたいのと、なんか軽やかにコロ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 いきたいシーンとか、まあいろいろあるんですけど、これはでも軽快にいきたいときにすごい向いてるなっていう感じですね。なるほどね。ごめんなさい、これが樹種とカツラですね。カツラ、はい。あとすごい軽い、軽くて振りやすいっていうのが特徴。なんか左手奏法にもいいかもな。あ、わやっぱ軽いとこっちの奏法がすごいしやすい、うん、これ結構腕をブンブン振るんで重いとすごい疲れてくるんですけど、軽いスプーンはこの奏法にすごい向いている。かっこいい。なるほど。カツラ、はい。じゃあこっち行ってみましょうか。次は、はい、どうぞ。こちら、これはこれはヒノキ。ヒノキですね。はい。なんか見たことある木ですもんね、この形はね、はい。なるほど。はい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 。これ癖ないですね。なるほどですね。そう、音としては僕の印象はですけど、うんうん、柔らかい。これはね、うん、たわった感じ、まあ見た目にも影響されてるかもしれないですけど、そう、なんかハイは出てるんだけど柔らかい、なんか不思議な感じなんだよな。なんか、この手のロールの音とアクセントの音が全然違うっていう傾向があって、なんかロールはすごい小さめで、だけどアクセントはしっかり出る、っていう感じですかね。そう。これはちょっと独特な歌わせ方が必要になりますが、でもこれもすごい使いやすいですね。ヒノキ。ヒノキです。割と針葉樹なんで、針葉樹結構こういう傾向があるかもしれないですね。癖がない。なるほど。っていう感じですね。あと、見た目がやっぱ、日本人には落ち着くなっていう感じの見た目をしてますね。ヒノキね。超いい匂いです。削ってる。これも匂いになりますけど、うん、で次も針葉樹で、うん、一とか温湖、温湖ですか。温湖、あんまりアイヌ語かな、聞いたことのない名前だな。なんかすごい竹みたいな見た目をしてる。なんか繊維がまっすぐというか、これはすごいいいやつを使った、うん、いいやつはすごく通って、あ、そうなんだ、はい、そう、すんごいまっすぐな木目をしてますね。
この場所によって音が全然違うっていうのがすごい面白くて、手のこっちとこっちの足のタッチの音が全然違うっていうのがすごい変わった特性がありますね。面白いな。音色がなんか当て方、当たる場所によって変わるっていうのは演奏する上ですごい便利で、だからなんていうんですかね、アクセントが2種類あるっていう感じの、なんかすごい面白い、これは変わった特性がある。なんでだろう、他のやつよりよりそれが強く感じる、そっかっていう印象ですね。聖徳太子が持ってた秘釈みたいな、どういうことに一員の木が使われたり。あ、そうなんですか。なんか尺状に使う。尺状、これ硬さはどうなんですか。これすごい柔らかい、すごい柔らかい、やっぱり針葉樹は柔らかいですね。なるほどね、柔らかすぎると逆に作るのが難しいですね。削れちゃうから、削れすぎてグズグズなっちゃったりとかして。なるほど、はい、というわけでこれが1位ですね。またレアな木だな、はい、こちらはこれマカバって言われる、マカバですか。カバの中でもマカバって呼ばれる。マカバ、ウダインカンバーっていうアイヌ語だったりもするんですけど。なるほど、これもなんか真ん中にラミネートが。そうですね、これもチークをちょっと材料が足りなかったんで足してっていう感じです、ね、そういうパターンもあるってことですね、はい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 、いいっすね。いいですね。これはやっぱりいいですね。なるほどね。高級材です。あ、そうなんだ。楽器用としてもすごく高い楽器に使われてる、ね。はい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 、はい、うん、よくなってるな。でもなんか癖はそんなになくて、でも音がでかい。すごいでかい。でかいです、ね、うん。ポール・リード・スミスみたいな。ちょっとさっきから例えがいまいちよくないすいません。ポール・リード・スミスみたいな、スミス、あのレス・ポール・ストラト、はい、ポール・リード・スミスみたいな、みたいなことなんですよ。ちょっとあんまりわかんないな。すいません、いやすいません、僕も勉強不足で。なるほど、ありがとうございます。またこれは随分白っぽい、はい、これはイタヤカエデ。イタヤカエデ、はい、です。あ、これ、僕はあの思想をさせてもらった時にイタヤカエデすごい良かった印象がありますね。おお、あ、はい、あ、いいっすね、ということですね。イタヤカエデね、面白いね、ほんと癖がありますね。イタヤカエデはね、この癖が好きになれるかどうかな、僕はすごい好きなんですけど。そう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 、僕は好きですけどね、これはね、はい、この好みが非常に分かれる素材かなと思います。いや、これにしても耳にきますね。そう、やっぱ耳に、そう、痛い、あのパーンって高いところが結構鳴るんで、そう、それが好きになれるかどうか。まあ僕は結構その普段の演奏で体育館とか音楽ホールの演奏が多くて、広い響きの多い会場で使う時って、やっぱりね、ハイが出てくれた方がいいんですよ、基本的には、どうしても音がこうリバーブで響いて、あの粒が見えにくくなっちゃうんで、そういう時にはこういう肺がしっかり出るスプーンっていうのが実は非常に使いやすかったりしますね。だから音楽ホール向けかもしれないですね。はい、という感じですね。はい、はい、いよいよもうでも終盤になってきましたね。これ木目綺麗だな。はい、これは首里桜。首里桜、同じ桜なんですけど、もっと山の方でこじんまりと咲く桜、で結構珍しい木で、なんか聞かない、聞かないですね、首里桜。はい、ちょっとやってみよう。使いやすいと思います、これは。軽やかで、やっぱ桜いいですね、はい、桜系はなんかでも本当そうですね、いいですね、いい音いいし見た目もいいっていうなんかバランスの非常に良い
そうスプーンですね。なんかかっこいいなこれ。いいそう、木目がねいろいろあって、まあ、これも本当好みが分かれるところなんですけど、うん、なんかその木の綺麗さみたいなのがすごい出てるスプーンだなと思います。これが首里桜。はい。なるほど。そしてこちらは次はこれも多分アメリカの方だと思うんですけど、ブラックチェリー。ブラックチェリー。あ、ブラックつかないか。チェリーか。チェリー。チェリーですね。チェリーの木。はい。さくらんぼですね。さくらんぼ木。はい、という感じですね。結構硬めの音、ね、硬めの音ですね。粒立ちが非常にこれもいいなっていう印象です、うん、なんかこのロールした時の一個一個の音がすっごいちゃんと出る、うんうんうん、はい、分離感が、ね、うん、すごくいいですね。なるほどね。削ってると、はい、多分一番甘い香りっていうか、うん、あの甘ったるい香りがしてて、チェリーの香りですか？ぽ、うん、桜っぽかったり桜んぼっぽかったりするんですけど、それがその工法によっては、うん、あのもう酔っ払うぐらい甘いし、すごい甘ったるくてしょうがなかったですね、これ削ってる時が。そういう木の匂いってのはだんだん消えていくものなんですか？はい、そうですね、乾燥して残るものと残らないものがあって、多分これは乾燥しても残っていくかなって感じですね。なるほどね。あ、でも樹脂で、樹脂っていうか塗装で固めちゃってるんでちょっと分かりにくいかもしれないです。なるほどなるほどなるほど、はい、ありがとうございます。これがチェリー、はい、ブラックチェリー、チェリーかな、チェリー、チェリーですね。はい、じゃあいよいよあと2つ、はい、こちらのが黒っぽい、はい、これがインドローズ。インドローズ、はい、へえ、あんまり聞いたことないな、うん、ローズウッド。ローズウッドですか、うん、なるほど、はい、これも結構ハイが高め、うん、強めのスプーンの印象ですね。一番タイトな感じがしますね。そうですね、はい、うん、であとは、まあ、これもですけど粒立ちが非常にいいですね、うん、あの指一本一本の音がはっきりくっきり出てくれるんで、うん、そういうのを強調したい場面ですごくいいなと思いますね。これはね、ローズウッドって結構楽器でも使われる。あ、そうですね、マリンバの音盤とか。あ、そうじゃないかな、使われてたりしますね。すごい硬いですね、はい、硬いです。作るのが大変。あ、でもこれは割と作りやすいですね。あ、そうなんだ、はい、黒炭とかになると、はい、またもっと硬くなって難しかったり。日本語だとシタン。あ、シタンもありますし、シタンとはまた違うのか。黒炭もありますし、うんうん、って感じですね。インドローズはあのよくギターの指板に使われたり。使われてる。そう、今はまた使われなくなってきますけど。そうなんだ、はい、希少になってきたんで。なるほど、はい、そうですね、結構固めのタイトな音が好きなのはこれいいかもしれないですね、はい、あ、俺のセーターとかぶって全然見えねえ黒いから、はいはい、最後はこれはもうすごい重くてびっくりすると。本当重っ形が他のと一緒なのに、はい、あと青みがかったような不思議な木の色をしてます ね、これは。これはリグナムバイタ。リグナムバイタですね、噂の、はい、噂のめちゃめちゃ重たいです いきますね。うわ、はい、はい、これは癖があるな、はい、僕は今これ非常に気に入っているんですが、まずね、まあ、音の特徴ももちろんあるんですけど、それよりも何よりも本当にこの重さがすごくて、うん、でこれがでも悪いかって言われると意外とねそんなことなくて、なんか一個一個ね、うん、なんか僕は結構これいい気がする、うん、っていうのはこれちょっとプレイヤーとしての実感値なんですけど、
軽いスプーンを使うとついこうアクセント出したい時にグッと行き過ぎちゃう。あすごい、あなちょっと説明しにくいんですけど、うん、力でいっちゃうところがあるんですけど、うん、こんだけ重たいと結構重さでいけるというか、あのリラックスした状態で、うん、ただ落とすだけでいけるので、むしろ軽いのより疲れないかもしれない。ちょっと説明が難しい感覚なんですけど、プロ的な感覚かもしれない。なんか、うん、ちょっとあの演奏者目線で言うと、なんか嫌な重さではないですね。めちゃめちゃ重たいんですけど、そう、これは面白いな。不思議な感じ。なんかだから演奏が全然変わりそう、これをやると、うん、っていうのがこのリグナムバイターですね、はい、面白いな。そう、なんか音よりも重さに今完全に意識いっちゃいましたがそう、非常に強い特色がありますね、これもね。ありがとうございます。ということでちょっと一通りやらせていただいたんですけども、はい、まあ樹種とやっぱり形によってかなりこう影響があるなっていう感じなんですけど、まあ、形で言うと、まあ、一番最初に鳴らしたこのすごいちっちゃくてカップが深いやつって、まあ、ちょっとこもったような感じというか、うん、あんまりハイの出ないまろやかな音してるんですよね。でそれに対して結構平らな、大きくて薄いカップ、うん、はもっとやっぱはっきりくっきりした音が出るということで、まあこれはまた好みの話になりますが、まあ、僕はですけど結構この薄めで大きなカップの形が使いやすいかなというような印象ですかね。形ってどうなんでしょうか、いろいろ作ってて。そうですね、やっぱり浅い方が作りやすい、うん、あ作りやすい、まずね、はい、そもそもというのもあって、うん、ですかね、うん、あとはでも 強度とかも関係あるかもしれないな、はい、どうなんでしょうね。あそうですね、うん、それは厚みになってくるんですね。厚みの問題か、はい、浅さ深さじゃなくて、はい、そうですね。だからこれとかすごい薄いみたいなより、なんですかね、厚い方がやっぱり強度的にもサウンド的にもなんかいいかなっていう感じ。そうかもしれない。なんか薄い方がいいかというと別にそこまでの違いはないかなと思ったんで、うん、まあ、僕は強度的にはちょっと厚めの方がいいかなというような印象ですかね、うん、そうだね。あと、うん、まあやっぱりその売ってる食事用のスプーンと全然違うのはこの、まあ、柄の感じとかなんですよね。その普通の食事用スプーンって、まあ、柄がちょっとこう曲がってたりとか、うん、結構角度があったりするんですが、あんまり角度あるとちょっとやっぱ演奏しづらいんですよね、うん、そう、なんかまっすぐ水平ってわけではないんですが、ちょっと角度がついてて、まあ、まっすぐで長、ある程度長めみたいなやつが一番持ちやすい、まあ、そういう意味ではやっぱ演奏用スプーンっていうのは、うん、結構普通の食事用スプーンと全然違う形をしてるっていう感じですかね。そうですね、うん、はい、こんな感じかな。はい、というわけでいろいろやらせていただきましたが、はい、草川さん的にこれがお気に入りみたいなのあるんですか。いや全部個性的ですごく好きなんですよね。うん、結局一番自分的に触ってるのは、はい、やっぱこの奈良の小ぶりなやつが、なるほど、取り回しがすごい良くて、はい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 、サウンドもなんかなんですかね、はい、うん、なんか好みなんですよね、うんうんうん、見た目も好きですしって感じですかね。確かにすごい特徴あって覚えやすいしね、はい、使いやすい、うん、いい感じですね、うん、はい、まあ、もしスプーンマニアの方がいたら例えばこの動画を見て買いたいっていう人がいるかもしれないですけど、はい、販売予定はあるんですか。そうですね、いずれ、もうちょっと物量を増やして販売してきますし、あとフルオーダーは常に受け付けております、うんうん、はい、であとはちょっと叩いてみたいって人のためにシダ用のスプーンを送料負担で、送るっていうこともちょっと始めようかなと思ってまして。それはした方がいいですね、買いたい人はね。そうですね、いろいろ試せるとまた変わってくるかなと思うんで、特にフルでフルオーダーしたい方はっていう感じはありますね、はい、今回僕はフルオーダーっていう形でお願いしたんですけども、やっぱりその例えば柄があと1センチ長い方がいいとか、うん、カップはもうちょっと浅い方がいいとか、うん、シダして分かったことっていうのが山ほどあるんで、まあ、本当にいいスプーン欲しい人はちょっと時間はかかると思いますけども、まあ、そっちからした方がトータルいいのができるんじゃないかなと思います、まあ、あとはちょっと細かいことは草田さんというのを相談をしてください。はい、はい、そんな感じかな、はい、というわけで、世界でも稀なスプーン動画だったんじゃないでしょうかいやすごい、本当すごい、ありがとうございます。このような機会をいただきまして、いや僕こそ、はい、
贅沢すぎます、こんなね、いろんなスプーンをやらせてもらってね。はい、というわけで、よかったら参考にしてみてください。以上になります。ありがとうございました。